今月お越しいただいております輝くゲストは四日市観光協会観光コーディネーターの落合淳二さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、落合でございます。よろしくお願いします。私も四日市3年ぐらいいるんですけども、はい、転指定っていうのが観光として使ってもらえないかなと思って真っ先に実は落合さんに会いに観光協会にちょっと道場破りじゃないんですけどでも話しに行きましたけど、3年になるんですね。もうね、早いね、行って本当にこう四日市って観光ってあるんですかみたいな話をしに行ってきましてですねいろいろその時教えていただいたんですけど私もですね、その観光協会に来て今年でも11年になるんですけども、やはりこの観光の街四日市っていう感じで多分藤野さんも初めてお会いした時に、ね、なかったのかな、ちょっとね、言いにくいですよね。観光地ではないですからね。やはりこう産業の街四日市っていうところですし、まあでもね、これから先何十年かで産業から観光にですね、はいはい、まあ、シフトする、もしくはプラスアルファで来る時が来るのかなと。そうですね、一時期、まあ、去年、まあ、このコロナとかの問題の前は、はい、例えば名古屋と関西圏の間で、はいはい、こうね、観光の途中で立ち寄ってみたいな、はい、立ち寄り観光だとか、はい、あるいは宿泊場所として選ばれたりとか、はい、そういったことも結構あったみたいですね。三重県で観光地といえばやっぱり伊勢志摩、それから伊賀になってくると思うんですね。あとは、まあ、当然南紀の方に行けば熊野古道世界遺産があったりとかするんですけど、やっぱり北の方ってやっぱ産業の町であり、そうですね、まあ、逆にその伊勢とか、まあ、京都、奈良に行く途中ですよね。途中観光なんですよね。近いですもんね、うん、四日市から高速乗れば、まあ、90分ぐらいで京都に着きますし。そうなんです。だから結構、ウィークデーは産業の街ですので、もうほぼほぼお仕事で来られるビジネスマンの方ばっかりで、ウィークエンドは空いてると、ねえまあ、そのホテルの稼働とか、まあ、私も観光協会なんで、はい、入り組みのちょっと調査をしたりとか、まあ、そういうことは年に1回は必ずやってるんですけども、はい、ホテルの稼働なんか、まあ、聞いたらびっくりするんですけども、さすが産業の街だなと思うのが、やっぱりその、はい、ビジネスホテルのね、稼働、だいたい19件ぐらいビジネスホテルあるんですけども、はい、年間の稼働平均、まあ、月曜日からもうずっと1年365日、平均取ると、はいはい、一昨年でだいたい 84% 稼働ぐらいなんですね。そんなにあるんですか？あるんです。普通のホテルの稼働率と随分なんていう、いい稼働率ですよね。でもその代わりね、金曜日とか日曜日は下がるんです。あ、そうなんですか。あれ逆じゃないですか。だからそこが産業の街よかったんです、はいはい、だから平日はすごく稼働が良くて、うん、はい、金曜日になったらみんな四日市から帰っちゃう。なるほど、出張ですね。そうなんです。でガタッと金曜日落ちて、うん、土曜日は今言った立ち寄り観光で上がる、はいはい、うん、でその後は日曜日はガタッと下がって、はい、半分ぐらい。あ、そうなんです出張で来てるっていう状況ですよね。まあ、そのね、出張で来てる方がどれぐらい見えるかっていうと、今 84% っていう稼働を言ったんですけども、はい、だいたい四日市泊まれる人数が3000室ぐらいあるんです、ね、はいはい、それの 84% ですね、はい、ちょっと暗算できないですけど、まあ、大体1500人から1600人毎日毎日で、それかけて365人、そうですよね60万人ぐらいになるという計算になるんですね、はい、だから四日市の人口が31万人ですので、はい、大体人口の倍ぐらいが年間来ていただいてるっていう、それもビジネスの方だけで、はい、それはやっぱり商店街にその飲食店が多いっていうのも、まあ、そういった理由が大きいですかね。そうですね、毎日毎日1500人の方がホテルに泊まってられるわけですから、そこに対してのおもてなしっていうところでいくと、はい、やっぱ街中に繰り出す率も高くなるんじゃないかな。なるほどなるほど、思いますけどね、うん、続きは後半でお聞きします。藤本修司の弁士指定対談。ここで電子指定で開催されるイベントをご紹介いたします。9月20日日曜日、電子指定で創業100年の洋食屋入江軒のイベントが開催されます。ミニコンサート付きですので、ぜひお越しください。そして電子指定ではご予約なしでお気軽にお召し上がりいただけるランチをご用意しております。夜はご予約が必要ですが、創作和食の懐石コースや
すき焼きコースがございます。四日市にお越しの際にはぜひお立ち寄りください。今月も抽選で8組16名様に4400円相当のペアランチ券をプレゼント。ランチは4種類から選べます。応募方法はお名前、ご住所、電話番号をご記入の上、メールアドレス denshich@tokairadio.co.jp denshich@tokairadio.co.jp までご応募ください。番組のご意見ご感想もお待ちしております。イベントの詳細やお申し込み、営業に関するお問い合わせは電子地底のホームページや公式 Facebook にてご確認ください。藤本修司の電子地底対談。引き続き四日市観光協会観光コーディネーター落合淳二さんにお話をお聞きします。ちなみに今こういうコロナの時代で、はい、ちょっと最新の統計だとどんなぐらいになるんですか？そうなんですよ、最新の統計頑張って取ったんですけどね、はい、4月度がですね非常事態が出たということがありまして、はい、それでもですね 44% ぐらいあるんですよ。あるんですね。それってすごいことだと思いますよ、はい、実際にその京都とか観光地って言われるところのこの稼働を見ると、うん、調査はしてないで分からないんですけど、はい、多分一桁とかっていうところも多分あるんじゃないかなと思うんですけど、その中で 44% はすごく健闘、はい、もしくはそのやはり四日市が産業の街でありビジネスの方がたくさん来ていただいてる、やっぱり市場自体が出ててもやっぱりお仕事で来られる方は見えるという、はい、なかなかちょっと観光の話にたどり着けないんですけどやっぱり産業ですね。やっぱり産業ベースのところなので、逆にその四日市のね市役所なんかも2020年度からですね総合計画っていうのが出てきまして、まあ、その中でどういう観光をやっていこうか取り組んでいこうかっていうところでいくと、やはりその産業で来てる方にどうおもてなしをするかとか、そういう観光都市型の観光を目指していくっていうことで、四日市流のやり方でやっていこうっていうのをこう中期計画で出してたりとかするんですね、例えばどういう観光があるんですか？そのビジネスで本州を訪れる方にこう夜も楽しめる街とか、はい、あとはまあ当然夜景であるとか体験コンテンツとか、はいはい、まあ、土産どうしようかとか、はいはい、土産っていう概念があんまり四日市の土産ってないじゃないですか。いや、ないですね。なかなか長持ちとかありますけども、はいはい、やっぱり日持ちしないとか、そうですね、まあ、いろんな面で四日市のいいものをこう外に発信したりとか、うん、持って行ってもらったりっていうことがほとんど産業ベースでいけば、はいはい、やらなくてもよかったところなんですけども、うん、これからこうやっていこうっていうような。ああ、そうですね。でもお土産品をちょっと電子でも開発しなきゃいけないですね。そうですね、いいのなんか開発してもらうとですね、うん、いいかなと。日持ちするやつね。日持ちするやつ、ね、うちでも金魚印の渡辺製麺所の手延べのうどんというのも、はい、あれ美味しいですよね。あれ美味しいんですよ。電子で買えるように、電子でしか買えないようにしていただいてて、なんならうち売りますけど、ね、あと今ちょっと作ってるのが萩村製茶さんで、このラジオにも実は出ていただいたんですが、はいはい、萩村製茶さんにお願いをしてお茶のティーパック、はい、缶詰におしゃれなカンカンに入れて、はいね、ちょっとやっぱり四日市お茶どころってあんまり知られてないので、それをこうきちっとお伝えしていこうかなと思って、うん、そうですね。だからうち観光案内所が近鉄四日市駅の1階にあるんですけども、実はですね無料でかぶせ茶振る舞ってます、はい、あ、確かにそうだ、水田のお茶をね振る舞ったりとかしてますけど、うん、ちゃんと萬古焼の茶器で、はい、出させてもらったりとかして、はい、まあ無料なんでね、それでも結構いい茶葉使ってやって、あ、そうなんですね。ちょっと休憩がてら、そうですね、情報収集で、はい、来ていただけるとゆっくりお茶も飲んでいただけるかなと思います、ね、はい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 、ちょっと宣伝ね、食事というかその、はい、食べ物も結構四日市美味しいですし、水もね美味しいんですよね。そうなんです、水がすごく四日市よくって、はい、まあ、それを証明しているのがですね、はい、四日市に半導体工場があるはい、はい、
巨大な半導体工場ありますけど、ね、東芝メモリーさんから、ね、前社名変わりましたけどね、キオクシアさん、はい、あれだけの工場を半導体を作ろうと思うと、はい、大量の水がいるわけなんですね、はいはい、だからやっぱり水がきれいで大量にあって交通の便も良くてっていうと四日市になるんでしょうね。そうですね、まあ、だからあの工場を作るのに例えばその工事の方とかが四日市にいらっしゃるので、はいはい、そういう方らがビジネスホテル泊まっていただいてます。だからどんどん工場を作れば作るほどビジネスホテル忙しくなる。あ、そっか。今年の12月からまた新しい工場を着工するってお聞きをしてますので、まあだから逆にその四日市と市としてはそういった水を供給するためにポンプ場を作ったりとか、まあそういった企業誘致あとは企業協力っていうんですかね、そういうことにやっぱり力を観光より入れてるのかもしれないですよ ね、 うん、ね、いわゆるこう皆さんよくご存知 の、 その四日市郊外っていうね、はい、郊外の街みたいなイメージありますけど、はい、逆にその郊外だったからこ そ、 その水をきれいにするとか自然を大事にするとかそういったこともすごく進んでるんでしょうね。そうですね、私もね去年ロケ地をちょっと回るのにですね、はい、実は四日市の曙町というところにですね、はい、よくねポンプ場がありまして下水処理してるところなんですけど、はい、そこの地下に一回入れてもらったことがあるんですけど、はい、ほら金かかってますよすごい綺麗すごい設備です。すごい設備です。綺麗に水をしてそれから川化川に流して伊勢湾に流したりとか、はい、非常に綺麗な水をクリエイトしてるっていうかね、はいはいはい、下水にきれいに処理してやっぱ出すっていう、はい、そのやっぱ多分国の環境基準よりも高い基準での浄化浄水をしてると思います、はい、ちょっと皆さん本当にもうちょっと四日市に興味を持っていただいて、なかなか来る機会ないと思うんですけど、そうです、外の方はそうなんですけど、ね、もっとなんかうちの方も持ってほしいなと思います。だから要は市民の皆様も ね、うん、持っていただいたらなと、もうちょっと電子でもみんな知っていただくようにね、頑張らなきゃいけない。ちょっとラジオ聞いてる方も電子にぜひ足を運んでいただいて、観光協会まず寄って寄ったらもう案内しますからね近鉄駅降りたら下にありますんで、自転車貸しますんで次週もまたお越しいただいて、はい、映画のロケみたいな話をちょっと次週聞きたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。